やばい、これはかなり深いですよ、これ。うわわわわわ、この裏側は全部びちょびちょや、これ。うわ、雷や。うわわわ、めちゃ鳴ってる。しかも真上や、これ。流れてきてますね。うわぁ、最悪や。あ、めっちゃ冷えてるの、これ。もう頑張ります。せやろ、ほんまに。もう車の中にちょっと待機しますね、今もね。あった、まだ作ってよかった、これ。うわ、すげえかっこいい。今、朝の5時になりますね。朝の5時、めちゃくちゃね、雨降ってますね。ちょっとね、トイレ行ってきました。ワンちゃんたちもね、トイレ行かないとダメなんでね。そしたらね、もうめちゃくちゃ雨降ってるんですよ。島、しかも麓っぱら湿原ができちゃってたんですよね。ここも見て、ここっていうかね、これ巻くないですよ、これ。これ寝床、これは。これ見てよ、これ。すべてにおいてね。めっちゃくちゃ、ほら。やばい、これは。かなり深いですよ、これ。この深さ。どれどれ。幕内なんですよ、これが。これが幕内とは思えん。うわ、川みたいに流れてる。うわ、最悪、ほんまに。見て、これ。ゴミが流れててるの分かるかな、これ。出てってる、出てってる。出てってる。バイバーイ。バイバーイ。みんなバイバーイ。ここで引っかかってるじゃん、なんか。ちょっと水流したろ。うわぁ。バイナラッキョー。バイナラッキョー。ああ。最悪や、今日も。長靴ね、持ってきてて、でも良かったです。常にね、長靴は積んでますからね、私。最悪。この雨がね、もう今日はずっと続くのかが不安になってきましたね。しかも世の中は大寒波が来て大変なことが起きてるはずなのに、なぜここだけ雨よ。雨はちょっとね、勘弁でしたね。どうなる。二度寝したいと思いますね。二度寝します。おやすみなさい。
変ですね。やっぱ雨は大変やわ。カンガルーテントの方ね、そこからもう水の方が浸水してきてましたね。もうびっちゃびちゃ、もう中のものがびちゃびちゃになってるんですよ。嘘やろ。今までのベアーズロックとかはね、全然びちゃびちゃになったことないですけど、これ見てください。これほら、クッションがもうこんな絞れちゃう。ショックや。これどうやって乾かしたらええんや、こんなもん。帰って洗濯機であれかな、脱水した方がいいね、これ。うわすげえ、泥水が出てくる。中のものも濡れてますからね、今から拭きながら出したいと思います。あ、犬かきした。あずきが犬かきしてる。あずきちゃん、いや犬かきしだしてますね。よっぽどやこれ。よっぽどなし。よっしゃ、ちょっと連れてってこれ。ワンちゃんを濡れたら困るんでね。柱よりもワンちゃん濡れた方がもっと困るんで。見てください、ほら、ここびちょびちょ。なんで？うわわわわわ、この裏側は全部びちょびちょやこれ。うわ、こっち側の方もなんか濡れとったよ。ほら、ここら辺も全部びちょびちょ。この裏が最悪やわ。でもこれ引いててよかったですね。下のこれがまだびっちょびちょにはなってないから、ね、助かってる。これまでびっちょびちょやったら、これ布が貼ってあるから。ああもう最悪や。でもこの下がやばい。うわやば、うわ最悪。もこれなんかびちゃびちゃや、ほんまに。これを引いてたからね、まだ染みてこなくてよかったけど、こんだけ濡れてるのって初めてやな。うわあ、うわ見てこれ、ほら水が集めて、ちょっと吸い取ろうか。この寒い時にね、水を触る作業は辛いですよ。この時には洗い物をね、こういう時はこの洗い物をする時のこれをするとね、手が全然縛れませんよ。全然違うから、これ絶対買ってくださいね。めちゃくちゃいい商品です。冷たい水作業でもね、洗い物を使ってても手が冷たくなりません。さあ拭いていこう。これ浸水してるのね、私のせいでしたね、これ。びっくり。まず拭いてね、どこから浸水してくるかをね、確かめたんですよ。そしたらね、向こうの角から浸水してるんですよね。これはおかしい。まあね、向こうの方テープしてるから、向こうのテープが悪いのかなと思って、裏に回ってみたらこいつでした。回ってみましょう。寝てる時はね、この状態だったんですよね。この状態だとここまでが防水なんですよ。ここまでですね。そしてここにちらっと見えてますよね、これ布の部分。ここからは防水じゃないんですよね。そうすると水がね、こうやってここにちょうどね、少しの本当の少しの間なんですけど、水がね滴っていくんですよ、ここに、内側に。ここにね、まあ極端な話したらもっと出して、あ、今雷が光りました。こうやってね、あ、雷鳴ってる、やべえ。こうやってね、わわわわ、めちゃ鳴ってる。しかも真上や、これやばいかな、これ長。しかもこうやってね、内側に濡れてってましたね。これはね、皆さんも気をつけてくださいね。
斜めにちゃんとね中に入れましょう。これは DOG さんありがとうございます。本当にこれはいい商品よ。本当にいいこと気づきました。雷すげえ。お腹すきすぎた。朝からね片付けばっかりやって濡れ物拭いたりして、もうハギ食べよう。ちょっとあっていうかね、もう車の中にちょっと待機しますね。今もね車の中に待機してくださいって言ってますね。雷が鳴ってるから危ないですからね。向こうからすごい勢いで水が流れてきてますね。わあ、わあ最悪や。見てるよもうこれ。やばい。これちょっと上に降るとこ。水滴がちょっとでも落ちるよね。こんな上で降ったんやもん。すごいわ。もう朝から大変ですね。本当にめちゃくちゃ降った。しかもねここ見てください。ここのね私のテントの下を真下をねちょうど轍が通ってるんですよね。この轍がずっと続いてるんですけど、その轍に全部水がねこっち向こう側の水です、全部集まってここを通っていってるんですよね。もう最悪。よしもうねお腹も空いたんでとりあえずね牛乳だけ温めちゃいます。朝霧牛乳これ美味しいですからね。しかも温めた方が美味しいんですよね牛乳って。ちょっと待ってこれ、あれやばい。よし、あこれこれね網もう取ってきてないんで、あっち寒いわ。もうねカッパを着るとね厚着ができないんで辛いですね。あーうまそう。あそうやコップいるわ。これね白カップで飲んだら白カップは激熱ですからね。これ気をつけてください。唇当てた途端やけどしちゃいますよ。もういいかなこれぐらいで。ああ膜が張ってきてるわ。気温は寒いですからね。どれどれ、あうまそう。この膜も好きですからね私。うん、十分十分。
あったかそう、うまそう。あーうまそうやわ。おはぎで食べていきますね。あー自家製おはぎになりますね。デイツさん特製自家製おはぎになります。さあ食べてくる。これ餅、あこれ餅硬そう。これやばい。これはもうおはぎの季節じゃないな。これはやっぱりね、寒くなったらおはぎじゃないわ、おしるこですね。餅がね硬くなっちゃってます、冷たくなって。めっちゃうまい、あーうめえ。お茶かもな。雨もね、さっきからねこうやって雷鳴ったりむちゃくちゃひどくなったりしてるんですよ。案外雨ひどいっすよ今日。久しぶりすぎて、久しぶりにねこんな辛い雨あったな。手が冷たいですしね、濡れ物を触りますからね、手がめちゃくちゃ冷えちゃいます。体ももちろん冷えますからね。上着脱いでカッパ着なきゃダメですから、そこは大変やわ。さあ今日の方はね、ご飯の方手もみのほうとうになりますね。もうね本当は撤収したかった、私的には、ね、撤収したかったんですけどね、カメラマンさんがねこれもう食べたいって言うんで、もうこれもう作ることにも時間ないですよ本当は。もうたまらんわ、ほんま無茶ぶりを多すぎ。もしかもこれね下びちょびちょな、びちょびちょの中でね、これ水たまりの中でこれやってるんですよ。あめっちゃ冷えてるのこれ。もう頑張ります。よっしゃ、とりあえずね火にかけれるものはね、とりあえず火にかけていきたいと思う。早くね作っちゃうにはもう何でも火にかけれるものをとりあえずかけていきます。もうね朝からこのボトルの方もね中身お湯沸かしてました。ストーブはねこういう時やっぱ便利ですよ。この入れれるものを全てねとりあえず入れときます。全部はダメやなこれ。おーこれ肉厚でうまそう、この椎茸。もう全部入れちゃえ、まあ、いいわいいわ。ケチってね家で一人で食べようと思ったけど半分いいわ。よっしゃ、かぼちゃとりあえず切っていきますね。かぼちゃ切らな、かぼちゃがね火の通りが悪いですからね。やっぱりちょっと蓋しとこう。このね南京の方もねちょっと薄めにしちゃいますね。それじゃないとね火の通りが悪くなっちゃうで、薄めだとすぐ火が通りやすいですからね。急いでるときは薄くしちゃいます。もうこんなもんでいいっしょ。あとは揚げだけです。揚げ切って出来上がりですね。揚げは全部入れなきゃね、やっぱり揚げうまいから、揚げはうまいから入れておきましょう。このねうわ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 、吹いてる。ちょっと蓋開けようか、蓋開けとこう。時間がちょっと多すぎるわこれは。確かに。よしこんなもんでいいでしょ。今入れちゃおきましょう。さつまいもも美味しいから。よっしゃ、オッケー。あーそうや、ここにねタレ入れなあかんね、忘れとった。この和風だしを入れてくださいって書いてますからね。うまそう。ここにこの和風だしの方を入れてきますよ。和風だし入れてた、和風だし入れたっていいかなこれ。これがうまいのよね、和風だしと味噌でしょこれ。うまそう。あいい香りしてる、いい香り全開。
昨日残しておいたね柿も入れておきます。少しだけ残しておいたんでね。昨日は本当に美しい、良かったな。ちょっとうまそう、贅沢ほうとうですね。もうね、火が通った野菜たちは揚げてってますね。ちょっとこの中にね、この麺がね入る気がしないんで、ちょっと出してます。避難させて、またうどんに火が通ったら戻したいと思いますね。よし、こんなもんで言えば、さあ、うどんの方入れていこう。うどん、これほうとう、うん、よし、麺を入れてきますよ。よし、あとはこれがね、お好みの硬さに調整してくださいって書いてましたね。待ちましょう。その間にちょっとね、野菜食べちゃう。おー、うまい。よし、もうそろそろできた頃なんで、うまそう。もうできちゃいましたね。さあ食べてきますよ。腹減った。あー、全部流れてく。よいしょ。あー、うまそう。炭水化物ですね。まずは炭水化物、まずは野菜でしょって言うけど、普通ならこのね、お揚げも美味しかったっすよ。さっきからずんずん食べてます。本当はネギ、人参、ネギもう一個入れとこ。そして椎茸ですね。この椎茸がまた分厚くて美味しいです。よし、ここに、あ、そうや、あれやばい、さっき混ぜたからこのランキンさんたちが崩れちゃってる。もうよっしゃ、ここにこのスープの方ね、出していっちゃいますね。よし、できた、できましたよ。めっちゃうまそう、やばい。さあできたんでね、食べていきたいと思いますよ。いただきます、いただきます。あー、もうね、冷えた体にはこういったもの美味しいですよね。さあ食べていこう。甘い。この自然な甘みがまた美味しいですね。あったまる。もうね、長靴だとね、やっぱりね、ブーツよりもやっぱり冷えがめちゃくちゃ早いですよ。もう冷えの足が痛いです。うまい。あったまる、作ってよかった、これうまいわ。ああ、南京めちゃくちゃうめえ、とろける。ああ、うめえ、甘い。この甘みがまたうめえわ。ほうとうってね、最初は本当に初めて食べた時はね、これそんなに美味しくないなと思ったんですけど、実はこれ意外と美味しいですよ。これ意外とじゃない、美味しいですね。自分で作った方が美味しいかもしれない、店よりも。おかわりしちゃいますね。おかわりいけちゃうわ。これうまいよ。でもやばい、これは南京が特にうまいや。これやっぱ火をいっぱい通した方がいいですね、南京。あー、こいつも来た。
さつまいも食べちゃおう、食べちゃおう。あ、せ、牡蠣や。牡蠣取ってねえじゃん、よく考えたら。さっき牡蠣取ってねえよ。来ましたよ、牡蠣。いましたよ。よし、食べよう。いっちゃいますね。スープまた飲もう。あー、あったまる。牡蠣も食べちゃいます。赤、あー、うん、うまっ。あー、海の香りが加わることによってまた違いますね、やっぱり。うまいわ。より進む。よし、ちょっとね、お腹も落ち着いたんで、ワンちゃんたちにはね、ちょっとこの焼き芋のね、おやつをあげたいと思います。おやつがね、うわうわうわ、もったいない。なんか消化によくないらしいんで、皮の部分を私が食べて、皮を私が食べると、ほんまお犬様や、ほんま。あ、あずけ、焼き芋大好きですからね、うちのワンちゃんたち。あれ、ちょっと食べさせてもらおうかな、わしも。あ、食べるけどね、うん、うまい、かなりうまい。これ本当にね、焼き芋がね、気軽にスーパーで買えるようになったのはありがたいですよね。ああ、もうこうやってかじりたいよ、わしは。はい、次わしの番。お月は空気まんまやな、もう。よっしゃ、美味しかったやろ。この焼きもうめえわ。帰る用意しだしたらこれですね。晴れてきました。まあ、ありがたいのはありがたいですけど、撤収の時に晴れてくれるの。もう常に晴れてて欲しかったわ、こんな。うせやろ、ほんまに大変な思いしたのに、さっきから。まあ毎回こんなもんですね、私のチャンネル。なぜか、大体片付きましたね。もう雨との格闘がね、大変でしたね。でももうやんできてるんですよ。まあ帰る時にね、雨降ってないの助かりますけどね。高速で雨ザーザー降ってたらね、走りにくいんで、まあよしとしましょう。さあ、あとはね、幕の方片付けて帰りたいと思いますね。はあ、良かったのか悪かったのか。いいですね、最高やわ。わあ、すげえガス出てきましたね。真っ白いな。でもね、やっぱり元っ腹を楽しめましたね。富士山も見えたし、よかったです。気をつけて帰りたいと思いますね。いつも見てもらってありがとうございます。失礼します。